ザクセンイコールザールフェルトは1680年から1735年まで存在したベッティン系エルネスティン系が統治した広告。領土は現ドイツの駐輪芸州の一部にあたる。1677年以降に築かれたザールフェルト城1675年、ザクセンゴータ公エルンスト一世がゴータで死去した。ザクセンゴータは1680年2月24日に、 彼の七人息子の間で分割され、その内橋のヨハン・エルンツと四世は、ザクセンイコールザールフェルトを獲得した。広告の領土は、ザールフェルト、グレフェンタール、プロプステラであった。しかし、広告の統治は、ヨハン・エルンツと四世への長兄で、ゴータにいる、ザクセン・ゴータールテンブルク公フリードリヒ一世によって行われ、ヨハン・エルンツと四世には実権がなかった。 ヨハン・エルンツと4世自身はザールフェルトに住んだ。1699年、ザクセン・コーブルク公アルブレヒト5世が後継者のないまま死去すると、ヨハン・エルンツと4世とザクセンイコールマイ人間公ベルンハルト1世の間で継承争いが起き、1735年にようやく決着した。ザクセン・コーブルクの大半は、ザクセンイコールザールフェルトに併入されたが、 ゾンネーベルクとノイハウスアムレンベークは、ザクセンイコールマイ人間に、ゾンネフェルトは、ザクセンヒルトブルクハウゼンに活用された。ザクセンレムヒルトの給料である、レムヒルト区の三分の一と手丸の十二分の五は、ザクセンコーブルク陵のまま残された。七百三十五年に、継承争いが神聖ローマ皇帝カール六世により、最終決定がなされると、広告は、正式に、 ザクセンコーブルクイコールザールフェルトへと解明された。ありがとうございます。